にちは、ダイレクトナイスラジオの広島です。今回はポピュラーピアノの学習手順を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。ポピュラーピアノの学習手順というのは、やはりクラシックピアノもしくはジャズピアノなどとはちょっと違うんですね。ですので、この手順をもし間違えてしまうと、同じことをやっていてもやはり効率が悪かったり、もしくは全然楽しくないというふうにもなってしまうので、ぜひこの手順を覚えながらポピュラーピアノを楽しくやっていきましょう。ではですね、この学習手順を紹介したいんですが、まずですね、コード進行を覚えるときに全体のまずキーを覚えること、このキーの概念というのはすごく大切になります。そしてそのキーが分かったらコード進行を読み解くという流れ、そしてキーとコード進行が分かった状態で初めてピアノ奏法、このピアノ奏法というのはピアノのボイシングも含めたことという認識で考えてください。ですので、何かの楽曲をやってみたいなと思ったら、まずどんなキーで、そしてどんなコード進行なのかという全体をまず把握する、そしてそこから少しずつ細部に迫っていくという流れです。小さい頃からクラシックピアノに慣れている方などは、まず楽譜を渡されて、はい弾きましょうとなるので、あらかじめもここに答えがあるわけですね。これに慣れていると、ポピュラーピアノの場合は逆に言うとコードも自分で探す、まあ自分で探すとこまではいかないかもしれないんですが、同じコード進行を見てもいろいろな弾き方、そしていろいろなシチュエーションごとのまた弾き方が違うんですよね。ソロピアノで弾いてくださいっていう場合もあれば、弾き語りでやる場合、さらにはバンドの中でのキーボーディストとして弾く場合、これもやはり違います。ですので、その都度その都度考えなくてはいけないのがポピュラーピアノなんですね。ですので、このピアノ奏法というのがそこに含まれると考えてください。ではですね、ちょっと実際の曲の例でやってみたいと思うんですが、アデルのターニングテーブル、こちらを演奏してみたいと、しますよね。で、じゃあこの曲をやるときにどういう手順でやっていくか、この流れの 1,2,3 の順番でやってみましょう。まずコード進行、考えていきますね。最初が C シャープマイナーターンタカタカタンタA フラット、そして F マイナー、そしてまた A フラット、全体的にすごい暗い感じの雰囲気が漂うので、マイナーキーだというのが分かります。ですので、今回のキーは C マイナーキーになりますね。C マイナーキーになるので、これが、マイナーキーの一番シンプルなナチュラルマイナーキーになります。これを頭の中に描きながら音をとっていきます。そうすると C マイナー、そして次に A フラット、そして F マイナー、そしてまた A フラットというコード進行がここで分かっていきます。 C マイナー 1,2,3 A フラット、そしてまた F マイナー、そして A フラット、まあ、これの繰り返しの進行ですね。そうすると C マイナーの1,6,4,6、この繰り返しで流れが入っていくというのが分かります。この段階でキーとコード進行が分かっているので、なんとなく口ずさみながらも「タラタラタタ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 タという感じで弾くだけでもまずは楽しいですよね。ですので、ステップとしてはキーを取って、そしてコード進行を拾っていく、そしてコード進行が分かったらここで、1マイナーフラット6、そして4マイナーで6と
というふうにディグリーネーム、数字を振ってあげてください。そうすると今 C マイナーでやってますけど、キーを変えたいっていう場合でも応用が効くようになります。例えば A マイナーから始まって1タララララララ6だから4タララというふうにキーが変えられるようになるので、数字を振ってあげることで、ここまでできたら3番のピアノ奏法に行ってみましょう。で、実はですね、このピアノ奏法を3番にしてあげないと、せっかくしっかりコピーしたにもかかわらずキーが変わったり、他の楽曲でそのエッセンスを応用しようとしても応用が効かないピアノというふうになってしまうので、とてももったいないので、せっかくやったものはちゃんと応用ができるという形を身につけていきましょう。では今度は C マイナー流れでどんな弾き方をしているか、ここにチェックを入れていきます。原曲を聴くと、というふうに C マイナーのところで使っている音がいろいろ聞かれていきます。さあ、ここでようやくピアノ奏法を考えていきます。まあ、今回はアルペジオのパターンですね。そしたらアルペジオでどのような音を弾いているのか、今度はここに迫っていきましょう。流れとしてタカタカ、16分のタカ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 というパターンですね。そして、Cタレ、Eフラットタラタレラ、そして B フラット、タルルル、はい、このような音を使ってますね。さあ、今度はこの状態、これは C マイナーに対して何の音を使っているのかというチェックを入れていきます。そうすると、ルート、フラット、サード、そしてB フラット。これはセブンスですね。セブンス、そしてサード、セブンス、サードと。このように取っていくことによって、なるほど。マイナー、C マイナーに対してこんな弾き方があるのかというふうに覚えるわけですね。じゃあ、例えばさっきやった A マイナーに移調した場合に、このターニングテーブルの弾き方をするときにはどうすればいいか、同じように。じゃあ E フラットマイナーとかやってみましょうか。この E フラットマイナーですね。これを通常に1、2、3、4、これだけではピアノ奏法としてはやっぱりつまらないですね。そして今やったターニングテーブルのこのアルペジオのパターン、非常に儚くていい感じの流れですね。というふうに、細かく奏法を見ていきます。そして、さっき C マイナーから、次に A フラットに行ってるところ、ここでもうわー、これは素晴らしいですね。同じ音を使ってるわけですよ。C マイナーでもこの音を使っていて、今 A フラットの時にも全く同じ音を使っているわけですね。ここら辺がポピュラーピアノの面白いところで、やっぱり疑問に思いますよね。同じ音でコード違うのにそんなの弾いていいの？というふうに考えるかもしれないんですが、いつかポピュラーピアノの一番面白いのは最後は耳で選ぶというところなんですね。いい響きを選んであげればいいんですが、ただしやはりそのいい、響きというのもなんとなくではやっぱり心もとないので、このようにいろいろな素晴らしいアプローチからやはり、コピーをして、そして分析して応用していくという流れを
繰り返すことがやっぱ必要になってきますよね。さあさあ、先ほど C でやったこのアプローチが今度 A フラット、バッチリ音ハマってますけど、なぜこれが使えているのか。じゃあここにちょっと迫っていきましょう。今度は A フラットを中心に考えるわけですね。 A フラットにとってこの C と E フラットは何の音かと考えると、実はルートサードフィフスになるので、今度はサード5度、サード5度ってことですね。3535。そして B フラットの音、これは A フラットのオクターブがここにあるので、 A フラットから全音上になるので B フラットはナインスを使ってるということになりますね。で、ナインス5、そしてナインスと5度というふうになってます。これは偶然そうなったのでしょうか。絶対そんなことありません。これはやはり狙ってこの音、2つのコードをつなげてるはずなんですね。ですので、このうわぁ、もう本当にストーリーの中にグッと飲み込まれるようなアルペジオですね。ではこれもキーを E 調してやれるかやってみましょう。 Am から F に行った時、もうこれは Am から F、 普通のアプローチ、普通の感じのコード進行です。これに対して先ほどやったこの、そして F に行っても同じまま、わあ素晴らしいですね。これちょっと面白そうなんで、オクターブ上げてやってみましょうか。ああ、こういうのもかっこいいですね。あのポピュラーピアノというのはやはりあのコードというのは一つの、なんて言うんでしょう、シンボルというか一応の流れですよっていうところぐらいなんですね。なので楽譜に全部表記してその通りやりましょうではなく、その行動を見てからいろんなアイデア、そして工夫をしてより面白いサウンド、より素晴らしい素敵な音を見つけていく作業、ここの流れが楽しいんですね。ですのでこのピアノ奏法というのは最後なんですよ。これをもう最初からこれじゃないとターニングテーブルが弾けてませんってなってだとしたら、この時点でああ面白くない、離脱だっていう方が増えると思うんですけど、まずはシンプルにダララ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 とやって、全体の感もちゃんと理解できている、あこういう進行でやってますよと、やった後にというふうにやってあげれば、ちゃんと理解できた上で、ああこんなアプローチもあるな、ただ自分では思いつかないという前提のもといろんな楽曲をやっていくと、なるほどここの構造でこんな音も使えるのか、へえこれもありか、面白いなという風になっていけるはずです。それでは本日のまとめをやっていきましょう。ポピュラーピアノを学んでいく手順は、1番まずは全体のキー、そして2番コード進行、そしてコード進行はディグリーの数字でもちゃんと把握しておく、そして3番にピアノ奏法、この手順でやっていけばシンプルに演奏することもできる、そしてより高度な演奏もできる、さらにはキーを変えたり他の楽曲で応用するというテクニックも身につきます。これがですね、ポピュラーピアノの面白さであり真髄だと僕は、感じています。ぜひこの手順を参考にしながらポピュラーピアノを楽しんで演奏してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。